どうも、ウィリアム・テンプソンです。今回はですね、前回このカルツォライ・イタリアーニっていうよくわかんないクリーム、荒川産業から出てる。あれの、チマブエっていうクリームをね、乳化性クリームを使って、意外と良かった。ということで、今回は、チマブエではなく、この、何これ、ジオット。カルツォライ・イタリアーニ、同じメーカーなのかな？のジオットってやつを使ってみようと思います。はい、ここで補足なんですけど、前回の動画見ていただけたでしょうか。クリームなんだっけ、チマブエっていうね、クリームで磨いた動画なんですけど、あの続きです。今回ですので、ぜひこちらからスタートしたって方は、あっち見ていただいてからのこっちって感じでね、一応連作、次回もあります。3本仕立てですので、ぜひ、前回分、今回、あと次回分もね、ご覧ください。あと前回見たけど、アフィリエイトのリンク貼っとくんで、ぜひそっから買ってください。で、前回、購入をするシーンを撮ってたと思うんですけど、キャプチャーして、画面をね。で、今回、ワックスを購入する場面というか、そのワックスの説明文とかの方を載せますので、ちょっとぶつ切りみたいな感じになっちゃうと思うんだけど、それ今から載せます。どうぞご覧ください。あ、ワックスかこれ。いいや、ワックスも買う予定だし。イタリアの有名あつらえ靴職人が監修した靴用クリームワックス。クリームワックス、なんだそれ。クリームワックス？ハイグロスヘビー。全然意味わかんないけど。ジオットって読むのかな？ポリッシュのような光沢を生み出しつつ、捕獲効果も高めた靴用クリームワックス。え、クレームみたいなことってことかな？クリームってどういうこと？一般的にワックス、ポリッシュは、比較に良くないと認識されている方が多いと思いますが、多いん？なんかよくね、流行ったけどね、こういう知識。これは、老成分が最高に浸透せず、表面に乗っているだけなので、このような認識になります。ん？乗ってるだけだったら別に皮に良くないってなるか？乗ってんだけで。本製品の面白いところ。老成分の浸透過程を2段階に分けることにより、捕獲と光沢効果を同時に得られるようになっているところです。第1段階は、最高に入り込む老成分が捕獲効果を生み出す。おう。第1段階、最高に入り込む老成分。浸透する老の成分が捕獲効果。はいはい。第2段階では、最高に入り込まない老成分が皮表面にとどまり光沢を生み出します。それさ、それどのワックスもそうなんじゃね？違うのかな？なんかそんな気しない？普通に考えて。表面にさ、老は残るしさ、ある程度の油は中に入っていくしさ。違うの？そうだと思うんだけど。そんな、普通のことをなんか、あれしてる？普通のことをあたかもすげえだろみたいな感じで言ってる説ない？ちょっと。つまり、老成分の粒子の大きさをコントロールしているため、このような効果を発揮できるのです。カラーはブラック、ニュートラル、ダークブラウン、ミディアムブラウン、ボルドー。なんかね、さっき軽く見たらね、ブルーっていうのが品切れになったから、昔ブルーもあったのかもね。主成分、老、油脂。テレピン油。わざわざこれテレピン油にしてますね。有機溶剤じゃなくて。結局でも揮発油だから、テレピン油って。よく油絵の具でもね、使われるけど。揮発だから別に特別な油じゃないんだけどな、そんなに。で、油性 75ml。多いよね、ワックスにしては。でもそのワックスクリームワックスっていうのがね、ちょっとよくわかんないけど。ワックスだとしたら多いけど、その油性クリームだとしたらちょっと
別にそんなにクレムと同量だからな。でさ、値段がさ、そんなに、あ、でも見た感じどうなんだろう、これだけじゃわかんねえよな。でもこの感じはちょっとワックスっぽい、ギャザーとかこんな感じになるしね。あ、どうなんだ、ボルドー赤いね。カーマインみたいになってんぞこれ。ダークブラウン薄っ。あ、でもさ、これ見るとさ、真っ黒に見えんじゃん、なんか。でもこの色でしょ。ってことはやっぱりこれワックスなのかもね、普通の。もうそんな感じするよ。ワックスってさ、こういう色味出るじゃん。クリームだとこんなにね、薄くなんないと思うんだよ、髪に塗っても。こんな方にぜひおすすめです。おう。ツヤの出るクリームをお探しの方。ほう。ワンランク上のクリームを使いたい方。お？捕獲効果の高いクリームをお探しの方。おう。まあ。まあまあ。ワンランク上？なんだろう、ワンランクって。あ、でも。75で2200円って。ま、どうなんだろう、まあまあ高い。あ、ほら、ブルー売り切れたんでしょ。へぇー。いや、まあ、これをさ、とりあえず買ってみようかなと。ボルドーね。ボルドーでカゴに追加。はい。靴用クリームワックス。ポリッシュのような光沢を生み出しつつ、捕獲効果も高めた画期的な靴用クリームワックスです。ロー油脂テレピン油。これがね、よくわかんないんだけどさ、テレピン油って言ったらもうこれだよね。これしか思い浮かばない。あれ？これこんな少なかったっけ？あれ？揮発してる？こんな少なかったっけな。で、まあ、同じボルドーを買ってみました。クリームとね。で、このハイシャイングロスヘビーって書いてあるんだけどさ、なんだかね、75ml。結構量はね、多いんですよ。で、今回は、このエクセレントワックス、ライオンの、まあ、矢沢系のやつね、と試してみようかなと思うんですけど。で、値段が、いくらだっけ？忘れちゃった。はい、あ。あれ、開かね、開いた。あ！うわ！なんかこの匂い、ブートブラック？あ、違う、龍角散？なんか龍角散みたいな。なんかどっかで嗅いだことあるんだよな、これ匂い。あ！サフィールか。サフィールみたいな匂いする。違うかな？サフィールのワックスってこんなような匂いだった気がするんだよな。そう、なんか悪くない匂いだよ、結構。テレピンの匂いなのかな？ちょっとテレピンの匂い嗅いでみよっか。あ、マジで龍角散みたいな。なんか後味が、残りが龍角散なんだよ、ここ完全に。ん？あ、テレピンの匂いだ。これテレピンなんだ。サフィールのって、じゃあ、要するに。テレピンってこういう匂いなの初めて知った。あ、マジでこれだ。鼻がバカになってるとかないもん。じゃあいいよ、他の嗅いでやるよ。ポピーオイル嗅いでやるよ。どんな匂いするんかな。あれ？あー、取れない。余計なことしてこんな。あ、もうなんか、いやー、脂くせえ。全然違う、もう。いや、要するに、だからこれテレピンの匂いなんだな。サフィールはテレピンなんだ、じゃあ。サフィールじゃなかったりしてね。もう一回嗅いでみよう。いや、サフィールだ、これ絶対。あ、これはサフィールだ。マジでサフィールの匂いする。で、今回これクリームとか書いてあるけど、多分ワックスですね、ただの。でも75って多いよな。で、今回も普通に全部これ1からやり直します。1からやり直します。あ、別にこの辺やんなくてよかったな。もったいないことしたな。もうここまでやっちゃったらやるわ。で、あのクレーム塗ります。普通にここまではいつも通りのやり方で。あ、すごい濃いわ。あ、ヌメヌメする。やっぱりこれこっち側にチマブエ塗ったんですよ。だから最初ヌメヌメしてさ、すっごく塗った時にクリームが、まあ、ぜひセットで見てください。で、こっち塗っ、これ塗って今落とした感じ、すんげえヌメヌメ。ほんとにマジでヌメってる。気持
持ち悪い感じ、なんとなく。でもなんかいいね、島笛良かった本当に。でこれもサフィールみたいな匂いするし、まあ、テレピンだからって可能性あるんだけど、単純にで色が濃いよねっていうね、さっき言いたかったので、サフィールみたいな匂いだから多分光らなくは、匂いだけで言えば光らなくはないんじゃないかなっていう。あ、でもこっちもそんなに、あ、つくか普通に。これサフィールのビーズワックスファインクリーム、まあ、2、3層しか塗んなかったからすぐ落とせるね、ワックスは。ちなみに前回塗ったワックスは矢沢なんで、そう、別に今回は普通にちゃんと矢沢っていうか、これライオンエクセレントワックスを比較しますけど、じゃあ片方だけで良かったじゃんとか思うかもしれないけど、こっちが矢沢、あ、どっちも矢沢だったからさ。いやでも塗ってる感覚とかがさ、やっぱリアルタイムでやりたいじゃないですか。だからちょっとそこはね、ちゃんと一からやりますよ。私も手を抜いてるわけないんで、動画の編集は手抜いてるけど編集は手抜いてるけど、動画自体はそんなに比較するとかだったらちゃんと比較したいから。とりあえず今全体落としたけど、すっげーな、真っ赤だな。一応ワックスの企画なんで、両方こっち綺麗に落としとこう。つま先かかとだけ2回やろう、すっぴん状態みたいな感じで。あんま残しとくと良くないかな。いやー楽しみだな。チマブエが良かったってさ、あんまクリームでいいものってないからさ。ワックスはいいけどクリームはダメって結構多いんですよ。チマブエ良かったから、だから個人的にはね、チマブエいいんじゃねえかな。あとさ、もしかしたらなんだけど、クリームとの相性がいいっていう可能性もすごい高いから、セットで作ってね、そういう相性のいいセットで。だから本当はね、なんかチマブエと合わせてやってみたいんだけど、そうするとなんかちょっとまたそれもそれで動画にできそうだからさクレームのこれにしよう。これは普段通りのやり方でやります。クレームのなんだっけ、これなんたらエルメスレッドだっけ。あ、これ、あ、エルメスレッドか。そうだね、色的にはこっちの方が合ってるけどねいやー、チマブエ塗った後スベスベだわ、本当にマジでスベスベ。塗りやすいもん、クリームも。なんかね、シリコーンが入ってるような感覚、なんとなく。増粘剤かシリコーンかみたいな。なんかそういう感じだね。増粘剤って、なんてだっけ、あれの。なんか、セルロースじゃなくて、なんかあるじゃないですか、増粘剤。アスファルトとかにも入れてる、コンクリートだっけ。モルタルに混ぜたりとか。ああいうやつに似てるね。ほんと。あ、でも、だんだんクレーム優勢になってきた、なんとなく。はい。あ、ベタベタだわ。クレームはね、ヌメヌメじゃなくてベタベタなんですよね。全然違う。あ、塗ってる感じもやっぱ違うね。ぬめぬめじゃないもん、こっちは。やっぱさ、私あと色変え、あ、色じゃね、使ってるもんね、片足で変えたくないんですよ。多分今回も落としちゃうかもしれないけど。だから、チマブエっていうか、なんだっけ、カルソライタリアのセットで、ちょっとやってみたいなっていう感覚はある。全体を。まあ、デリケートクリームも売っててさ、カルソライタリアにの、デリケートクリームは別にでもいいや、モーブレでって感じなんですけど、そう。まあ、この最終仕上げセットはさ、最悪っていうか、これでも全然あり。ただ安くはないんだよね、別に。二つで3500円だか700円だか、だと結構高いぜ。なんだかんだ。二つでそれだと。1800円ずつくらいだもんな。じゃあ、高いよな。でも量多いからな、これに関しては。こっちは50で普通なんだけど。あ、もう平気そうだね、これ。じゃあブラッシング、ちょっとさっきのカルトライと比べてもいいかもしれない。島笛と、やっぱいい皮だよな、この。あれ、やっぱ私クレームの方が好きかもクレームの方がなんか細かいかもしれないな、これで言うと。あるいは下手したらこの左足の方が皮質がいい可能性もなきにしもあらず。まあでも、うん、こっちもやって試してみよう。今あれだから、カルソライの、あ、チマブエの、ちょっと名前がわかんねえよ、さっきから。チマブエのおさらい動画でもあるから、これ一応。セットで見てくださいね、一応。こっちしか見てないって人は、ぜひチマブエの方を見てほしいわ。続きです。おー。あ、ツヤは出てるし。あ、でも、あれだね。やっぱ繋がってるようなツヤ出てんから、合ってるわ。やっぱチマブエの方が、きめ細かい感じはあるね、ツヤ感が。それで言えば。ビーズワックスファインクリームよりも。ああ、やっぱ違うね。全然違うわ、ツヤの出方が。ああ、いいツヤだもん、クレーム、やっぱり。これどっちもいいツヤだもん、ちゃんと。ほら、ほら、いいツヤでしょ？どっちもいいじゃん。で、こっち、チマブエ残ってんからね。なんかね、コンディションが良くなる感じ。コンディショナーみたいな、本当にそういう。前の動画でも言ったけど、全体にこう、覆われるような、ベールに包まれるような
ねっとり感なんですよ。チマブエのあの感じ。だからね、ほんとそのコンディショナー的な、髪の毛にさ、包むようなあの感じがね、皮に今現れてるような、そういう風に思える。クレームは、ほんと、うん。こっちサフィール同士だから、なんかあれかもしんないけど。なんとなくね、クレームだと、硬いツヤっぽい感じあるよね、ちょっとほら。まあ、両方クレームなんだけどさ。チマブエに比べると、ちょっと硬いツヤだよね、やっぱり。ほら。カチッとしたツヤ。チマブエはね、もっとほんと、ふんわりしてる。あれもあれで よかったな、ほんとに。でも。特にこういう靴とはさ、相性いいかもしんない。こういう靴ってほら、色がこんなだからさ、これでカチッとされちゃうとさ、派手なんですよ。うるさい感じ。でも、おしとやかな、品のある、ツヤ感はね、この靴の良さを引き立たせてくれる。ツヤだけで出すという、ツヤだけで良さを引き立たせるというよりかは、あえて引くことによって、なんだろうな、引き算のおしゃれで。そんなような感じ。で、上品さが増す。色だから。だから、あれ良かったかもしんない、本当に。うん。どっちも今できたんで、はい、皆さんおさらいここまでです。早速こちらやってみましょう。なんだっけ、グロッシーみたいな、ジオットか、ジオットとエクセントワックス比べてみます。とりあえずじゃあ、うん、匂いはまあほんとサフィールだよな。取ってみましょう。あ、なんかね、硬いサフィールって感じ。サフィールのなんだっけあれ。なミラーグロスやないけど、ああいうのに近いかも。もしかしたら。塗ってみよう。ちょっと多く取りすぎた。濃いな、意外と。あ、すんごい綺麗な色。今ね、すんごい綺麗な色見えた。ほら、すっごく綺麗。すんごい綺麗。え？マジで？ぬめぬめするわ、やっぱり。サフィールの匂いがする。マジでサフィールなんだけど。すげえな。ぬめり、あとね、なんかこう崩れる感じがね、サフィールとかキビとかああいう系に近い。やっぱちょっと柔らかめのワックスかもね。傷に強いかどうかはわかんないけど、固まれば傷って結局、傷っていうか強さって関係ないから、まあ多少は関係あんけど、そんな気になるほど関係ないから。あ、でもなんかね、染み込むな、皮に。やけに染み込む。なんか濃くなっちゃってんもん、真ん中が。わかる？なんか黒くなってない？中が。これ大丈夫か？黒くなってんな。これなんか随分長い時間置くようかもしんない。なんかワックスはどうなんだろう。ちょっとめんどくさいかも。わしが慣れてないだけっていうのもあんけど。捕獲効果あるとか書いてあったからさ。もしかしたらそういう、捕獲効果なんて浸透しやすい。なんか2層だっけ、なんかそういう書いてあったよね。2層によって分かれて浸透する分と残る分とか書いてあったもんね。そういう意味合いなのかもしんないけど。あー、どうかな。まあ今一応コバにも塗ってさやってるんですけど、まだ乾いてないね。あ、でもね、なんかね、ちょっと違うわ。キビとかと。なんかすごい変な、白くなってね、ちょっと。いやー、懐かしいな、この匂い。ずっと嗅いでられる。ラリっちゃったりしてね。もう一度塗るか。ちょっと優しく。キビとかで鏡面磨きするとき思い出してやってみよう。これ意外と難しいんですよね。矢沢とかに慣れちゃってんと。こんな感じかな。一応もうこっちも2層。2層でいいや、かかとは。
で、つま先は3層か4層塗っておきましょう。今さ、2回塗ったんだよね、とりあえず。1回目に、あ、だから3回か。1回目に2層、あ、2層塗って、3回目に最後に、最後に3回目。同じように、ライオンエクセントワックス塗っていこうと思います。まあ、色は、全然違うよね。この段階で。じゃあ塗っていきますよ。硬えわ。うわぁ、やっぱこれ。この浸透してませんって感じ。これがね、塗りやすいんだよね。あ、伸びもね、こっちの方がこう、構造がちゃんと、その層が構築されながら塗ってる感覚があるけど、浸透している感覚は全くない。本当にない。で、濃くなってる感じもないよね。やっぱだからこれはね、あんまり油分が浸透しない、なんかそのミラーグロス的な、ほんとローだけしかないみたいな、そういう感じなんだろうな。やっぱりこっちはね、油分がすんげえ入ってるよって感じだから、どうなんだろう。あんま塗りすぎても良くないのかもしれない。全体に塗るとかにはやっぱいいかもしれない、こっちの方が。ツヤもうまく出そうだしね。使い分け、だからクリームって書いてあったくらいだから、そういう目的もやっぱあんのかもしれないね。全体のツヤだけじゃなくて、全体のツヤ、つま先のツヤだけじゃなくて、全体のツヤも視野に入れてるワックスなのかもしんないわ。そう考えるとね、なかなかいい製品な可能性もある。それではそれで。こう、用途がね、別っていうか。だから、ちょっとこれで比べるのは違ったかもしんないね。塗ってみた感じだと。まだ塗っただけだから磨いてないからわかんないけど、すっげえ光ったらそれはそれでね。いや、これで十分じゃんってなんだけど。ただね、もう一つ問題があってね、熱に強いかってとこなんだよ。そこがね、結局、ブートブラックのさ、なんだっけあれ、ハイシャインコートとかもさ、すんごい光るのに熱に弱いからさ、もうそれで使わなくなっちゃったんだよ。もうこの夏なんかさ、ダメだよ、あんなの使ったら。あと、冬もね、エアコンとかさ、あの靴、車のね、足元のエアコンなんかつけたら、全然もう話になんないことになるから。ああ、やっぱりいいね。塗りやすいわ。濃くなんないっていうのも、安心できる。で、これも塗ったんだよね、確か。2回だけ塗ってこれで終わり。てかさ、このさ、エクセレントワックス貴重なんだよね。在庫これだけしかなかったっけ？まだあったっけな？ないな。こんなもったいないことしちゃってんけど、大丈夫かな？え、ある？あ、ない。ないな。マジでこれしか在庫ないかも。買う？買うか。もうこんなだしな。いや、意外とね、後で見たらあったりするんだよね。で、あ、買っちゃったよ、みたいな。なんかあったような気もするんだけどな、どっかに。しまあ、とりあえず塗り終えたんですけど。まあ、どっちもそんな、あれかな。あ、こっちでもね、キビ塗った跡みたいな感じにはなってるよ。はい、真っ白、やっぱり。白い、ほら。ほらね、カビ生えてます、みたいになってます。え？でもまだテリピンくせえからな。まだ乾いてねえんだろうな、これ。白いわ、ほんとに。比べてみ、この色の違い。まあ、どうでもいいんだけど、ここの白さなんて。あ、今当てちゃった、なんか。まあいいや。ほら、白身が、こっちはなんかさ、そんなに、半透明って感じだけど、こっちはもう不透明って感じじゃない？白さが。ああ、全然違うね。
でもなんとなくもういけそうなんだよな。ちょっとコバからやってみよっか。とりあえずコバからやってみましょう。ああここはもううまい具合にやっていくしかないな。ちょっと乾いてないから怖いんだけど。でも色のつき方がね濃いもん。すごく染料系だからなんだろうな。ほんとコバは平気そうだ。コバかかとも平気そうだな。かかと全もう完全に平気だわ。じゃあこれでやっていこう。おなんかねあれあれこれいいか。結構いいかも。結構いいかもこれ。え結構いいかも。えなんでこれ流行ってないのってくらいいいんだけど今のところあれお久々の当たりか。あのねやっぱウレンズを彷彿とさせるすごい柔らかみのある感じで、サフィールとかねあっち系のこう柔らかめのあるツヤ感が今出てますね。じゃあつま先ちょっと怖いけどまだ。あやべえやっちゃったやべえ今のはちょっとペナルティだな。今なんかさちょんちょんってつけてねでこうやってやろうとしたのにやんないでパッてちょっと触っちゃった。間違えて。あちょっと今のペナルティちょっと光んなくても許すちょっとこのここの部分が光んなくても許す。あでも平気そうだわ。はあ、これいいかもしんない本当に。あでもわしやっぱこっちに慣れてやっちゃってたからもうちょい乾燥させた方が良かったかもな。なんか全体もねこう磨いててね滑りがあってねすごく磨きやすいな。ムラになる感覚がないし、あと結構濃いから色がちょっとアンティークっぽくなるね。だから、わしアンティークってあんま好きじゃないんだけど、でも悪くない、これ。色味も。バーガンディのその感じもね。あ、出てきた出てきた。油膜。油膜出てきたぞ。いや、油膜ってこれやった瞬間出るけど、その油膜じゃなくて、光る油膜が出てきてますよ。ほら、わかるこれ。わかる人にはわかるよ、これ。うわ、すげえ。いや、なんか興奮してきた。ラリってきたのか？テレピンでラリってんのテレピンってラリんのか？そんな撮るんじゃないんだから。あ、これすごいかもしんない。これマジでいいかも。ちょっと。久々の当たりだぞこれ。セットだとウレンズは良かったけどワックスだけだったからだったら別にいいやって話で。ウレンズ良かった本当に。ウレンズのワックスは良かったけど別にワックスだけならなっていう話で、使ってないんだけど結局これに関してはセットでいいからご覧ください、これもう。ご覧ください。なんなら多分、ライオンより光ってんじゃねえかな。いや、あのね、さっきほら、クリームやった時に磨いたからさ、ワックスで。その時の感覚で今言ってんだけど。いや、ライオン。ちょっと頑張ってくれ。わしはライオンずっと使ってきたんだからさ。これで一回仕上げました。え、ちょっと待って待って。ちょっとあの方法やろう。ピカピカさんから教わった油膜残し。あえてここで油膜を残す。え、
これいいわ。あ、すげえやつだこれ。みんなこれすごいぞこれ。これマジでいいぞこれ、マジで。これはアフィリエイトするわ、わしまた。これアフィリエイトするんで、皆さんあのわしの概要欄のリンクから買ってください。え？これいいやつだよ、この油膜の残り方。キビみたいな感じだわ。サフィールとか。結局サフィールとキビって、物としてはいいから。ちゃんと光るし。でもわしは、乾かすのがめんどくさくて、使ってなかったんだけど、これ乾くのもそんなに遅くなかったよね。じゃあ、ライオンいきますよ。ライオン。いや、ライオンも光ってくれよ、一応。ここまでやってきたんだから。我々は。ライオン、あ、いや、光るわ。光るけどね、なんかここで止まっちゃうんだよね、ライオンって。なんかこの繋がんない艶のまま固まっちゃうんだよね。だから、ちょっとライオンの良くないところって、この、途中で終わる感じ。艶が。だから私、今までさ、結構、ねえ、靴磨き飽きたとか言いながらも磨いてきたけど、そんなに綺麗なツヤ出してなかったんですよ、今まで。それっていうのも、な、もう、それ以上磨くのがね、ライオンって難しい、これ以上磨くのが。はいえ。はえ。ライオン、はえ。早くね、ツヤが出んの。でもね、あの、まとまりがないんですよ、まだ。だんだん出てはくるよ、その、いや、止まっちゃうって言ったけど、ずっとやってりゃ光るよ。あ、でもやっぱライオンもやっぱ負けてねえな。ライオンもいいわ。ライオンもいいけど、カルツォライイタリアの、な、ジオッティだっけ？名前がさ、ちょっと馴染みなさすぎてさ、全然わかんないんだけど、まあ、強いて欠点言えば、ちょっと興奮しすぎて止まってんこと気づかなかったわ。強いてね、欠点言えば、名前がね、覚えづらいって言ってる間に止まってて、滑ったなっていう。だからね、本当にね、いい。でさ、この、ツヤ感がさ、なんていうの？鏡に、ジオットの方は、鏡にワックスを塗ってる感じなんだけど、今油膜残ししてんだけど、ライオンの方はね、まだそういう感じじゃないんだよね、なんとなく。一応油膜残ししました。その止まって間に。で、ちょっと申し訳ない、私もカットすんの嫌なんだけど、カットしちゃったみたいな感じになっちゃったから、申し訳ないんだけど、それは本当にもうわしも結構ショック受けてます、今。止まってんのかよっていう。で、カルツォライやっていきましょう。仕上げです。総仕上げ。カルツォライ。あ、見えてなかったカルツォライが。これですね。いくよ。あ、かかとからやろう。あ、かかとからやんなくてよかったっぽい。あ、いいわ、なんか滑りがいいね。今ずっとほら、ヤザっていうかライオンやったからさ、滑りがなんか気になったんだけど、滑りがいいわ、こっちの方が。すべすべ、ほんとに。これ何が入ってんだっけ、それは。ロー、油脂、テレピン油。だけか。おぉ。いいな。ほんとにいいぞ、みんな、これ。ほんとに。久々の当たり来たわ。全然知らないメーカーで。全然知らねえメーカーでここまでツヤ出せて。すごくね？マジでツヤ出てるよ。もう一回やりたくなっちゃった。これやべえかも。ハマってる今。完全に。カルツォライイタリアーニ。すげえハマってる今足。
え、これ別の色も欲しいな。これ別の色も欲しいわ。黒とか茶色あってもいいぞ、これ普通に。ただその熱に強いかどうかがちょっと気になるんだよな。でも強そうだけどね、なんとなくあの感じ見てて。そんなになんか弱そうな感じはしないんだよな、今磨いてても。まあ多分ね、そこで言うとライオンの方が強いと思う。でも硬いし。いや、すっげえツヤ出た、すっげえツヤ出たよ、ほら。マジか。てかこのままもう履こっかな。すんげえいいツヤ、マジでやべえわ。なんかこっち微妙だもん、なんとなく。ほらね、え、ちょっと待って、仕上げるよちゃんと。じゃあてか同じように今磨いてんからさ、どっちだって多分ちゃんともっと長い時間磨けば光るんですよ、絶対。どっちも綺麗に。だ、どっちもっていうかライオンもね。だけど現状なんとなくちょっと今カルゾライイタリアーニにちょっと軍配が。これすげえな。なんか磨いてて今ね、なんか磨いてる感覚がない、ライオンの方。久々にいいの来たな。マジで久々にいいの来た。なんかでもね、思うにあんまりいい革使ってない靴にはね、向いてなさそうな感じはちょっとする。あの自然なツヤ、自然っていうとな、なんかな、違うんだよな。ちょっとこうつながりのあるツヤがあるから、それで言うと粗い革とかはあんまりね、つながりがなさすぎて追いつかないっていうか、この粒子が。だからグラデーションがぐっちゃぐちゃになっちゃうし、あとまああんまツヤ出ないかもしんない。そのクリームも合わせて言ってるけど、まあツヤはあるけどな、ライオンも。でライオンは結構粒子が粗い感じなんですよ、これ。だから最終的に削っていくような見え方をするから、実はねライオンもね、こっからがメインだったりするんですよね。なんつうかな、見え方が違うな、これ。お互い、あっちはね積み重ねていく感じ、こっちはねボンってやってからさーっと削っていく。今一応ねその見え方をしてるんですよ、最終的に。今この段階になってから、だからこっからちょっとこっちも変わってくる、化けてくるはず。もう化けては来てる。あー懐かしい、この研磨してる、懐かしいけどなんかつながりのないツヤだな、結局。すげえ懐かしい、これ。あー、ツヤは出てんだけどな、荒くない、ちょっと。ほら、うわー、顔が映ってますよ、わし。うん、ちょっと比べてみて。あ、こっちまだちょっとあれか、油膜残したんだっけ、どうだっけ。ちょっと待って、ちょっと油膜っぽいから一回拭く。残してなかったよね、油膜っぽいんで。ちょっと拭いて、はい。ほら、ツヤがさ、流れて、もう水みたいなツヤでしょ、結構。わかる、この違い。硬いツヤでしょ、こっちの方が。どっちかっていうと、カチッとした。まあ、綺麗だけどね。
まあ、それ磨いてる人がうまいっていう急な自画自賛。ほらこっちの方が荒い、こっちの方が細かいでしょ。いやー、脱脂綿やるか。脱脂綿やろう。これ楽しいぞ。最後のどこまで来れるか。いやいやー、ライオンどうなる、これライオンどうなるなんだよこれ。いや、ライオンの方がやっぱ荒いよな、なんとなく。不思議だな。谷口火星だっけ、ライオンは。谷口、あー、こっちゃったな。谷口化学工業所、うん、あ、こっちか。怒っちゃったよ。もったいねえ荒川産業の方が細かくて、谷口の方が荒いわ。じゃあイタリアの脱脂麺、イタリア2だった。ほんと名前だけ勘弁してくんねえかな。値段がちょっと高いんだよな。そう考えるとやっぱコスパいいのはライオンなんだよね。だからこれで言うとさ、ブリフトのワックスがどうってなっちゃうよね。高いじゃんあれ。で、量もさ、こっちの方が多い。多分同じくらい値段は、イタリアーニと。ブリフトのワックスが、ライオンはそのまだ1100円くらいだからさ、ヤザなんかもっと安いし。あれだけど、コスパの良さで言ったらもうダントツ。磨きやすい、コスパいい、強い、光る。最高じゃん、それ。で、イタリアーニは、それで言うと、ツヤいい、磨きやすかったよ。かなり磨きやすい、これ。でいて、コスパあんま良くなくて、でも量が多いから、そこで言うとね、そんなに悪くないかも。だって、75だからさ、これいくつだっけ？これ 50？ あ、これ 50ml だから、まあ 1.5 倍あるわけでしょ？だから、1500円、同じくらいか、コスパで言うと。コスパ同じ。っていうか、いくらだったっけ、これ。忘れちゃった。コスパ同じだとして、コスパ同じだとして、磨きやすい。あ、強いか弱いかがわかんねえな、まだ。そこだよね。でも強そうなんだよな。強そうだよこれ。いやー、グラデーションがしやすかった。あとこっちグラデーションがカス。ほら、なんかストレートチップみたいになっても見えるこれ。削るよ最後に。あ、でもなんか削ってる感じがいい。ライオンも削ってる感覚がすごくいい。すごくいいぞこれ。あらららら、来た？ライオンが、ついに、ノーアルタか爪を隠す的な、頭角を現したぞ。すげえ。来たかも、ライオン。やっぱ削ってから来るんだよな、ライオンは。ライオン、だからわしコンパウンドとかさ、ずっと使ってたんですよ。あ、すげえわ。グラデーションはカスだけど、ツヤはね、ちょっと正直これ、ライオンの方があるか？あ、あるかもしんない、ツヤは。ちょっと。現状だと。あ、あるな、ライオンの方。あ、でもどう？あ、ある、ちょっとある。ちょっとライオンの方がツヤすぐ強い。このさ、まとまり見てください、まとまりを。コードって光の度というか、反射具合。反射のこの、密、なんていうの？解像度の高さ。でね、こっちの方が淡いから色が。ちょっとね、反射してるように見えないね。こっちの方がしてるように見えんだけど。でもさ、ほら、ライトの感じとか、ほら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 。まあ、ちょっとある程度わしの技術とかそういうのあんだけど、でも同じようにやってたでしょ、今まで。
それで言うとこっちの方がガタつきとかさ、あと解像度の荒さとかあるでしょ。なんかフル HD と 360p みたいな。あー、ちょっとかかとはもういいや。まあ完成かな、とりあえず。一応カルツォライイタリアーニ使ってみましたけど、かなりいいぞ。かなりいい。これもう好みの問題でしょ、あとは。っていうか、グラデーション出しやすい点で言えばもう、こっちで全然ありだよな。こんなにあれば。あと傷だよね。ちょっと待って、もうさ、言ってもかかとなんかどうでもいいからさ。かかと。まあ、最後に見せよう。こんなです。いい具合のツヤ感あります。ただ、荒いです。やっぱ、荒川産業ってだけあって、荒いって言いたかったんだけど。はい、ライオン。色も変わってないです。ほら!かっつり、かっつり来てるんだよ、ツヤが。曇りがない。わかるかな、これ。かっちりしてんの。ほらほらほら、ライトの感じとか。なんかこっちの方がさ、もやっとしてない?こっちなんかもう、綺麗でしょ、結構。いや、もうちょっと見分けようと思えば見分けるよ。かかとはちょっと適当です。いつも通りなんで。はい、こんな感じなんですけど、じゃあちょっとね、不本意。いくよ。ごめん。あら、あらららららら、強いじゃない、強いぞ。もう後が回んない、強いわ。全然行きつつかねえ。皆さん、カルツォライイタリアーニジオット、マジでおすすめ。なんなら別に、わしもこの程度のツヤだったらもう、もうありだ。で、グラデーションで言えばもうこっちの方がいいもん。グラデーションで言ったらもうこっちの方が断然綺麗だわ。まあちょっと見え方の問題だからさ、なんとも言えないんだけど。てかね、合わせ技とかもありかもしんないね。この上にライオン塗るとかもね、ありかもしんないよ。なんだかんだ。だそういうさ、ちょっと細かな話は一旦置いといたとして、単体で見て、すんげえいい。とにかくいい。ちょっとやっぱ濃いよね。ああ、いい。最高にいいです、これ。カルツォライトスカーニ。間違えました。イタリアニでした。トスカーナがもう、よぎるんだよな。ああ、いいわ。みんなこれマジでいい。どっちもマジでいい。いやー、これねー、ちょっとボルドーの靴ねえかな。ボルドーの靴持ってくっかな。磨きたくなってきちゃった。まあ、そんな感じで、めっちゃくちゃいいんで、ぜひアフィリエイトから買ってください。以上です。それでは。